まあ、コロナ禍で、やっぱ試合無観客になってしまったりだとか、そういうのがあった時に、まあ、もっともっとファンの人と触れ合いたいというか、うん、子供たちと一緒にこう、うん、バドミントンができるイベントを積極的にこう取り組んでいきたいなと思ったところで、はい、今回こういう、プロジェクトというか、イベントに参加させていただきました。香川県は、まあ、小学6年生までいて、本当に、もう今でも、なんだろうな、応援のメッセージだとか、たくさんいただいてるので、まあ、自分自身、本当に、応援が力になってますし、そういうのに対してこう、自分がこうどう恩返しできるかなっていうのは本当に、いつも思ってますね。始めたきっかけは姉がバドミントンをしていて、はい、そこについてくようになって、いつの間にか始めていたって感じですね。テニスの王子様っていう漫画がすごい好きで、はい、まあ本当はテニスやりたかったんですけど、まあ近くにこうテニスできる環境もなく、はい、まあ、バドミントンはすごいラケット競技ですごく似ていたので、はい、そこから、そうですね、楽しくなっていったのかなと思いますね。始めた時は全然ラケットにも当たらずに、そんなに楽しくないなって思ったんですけど、はい、もう上達するにつれて、どん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 こう、楽しくなっていったんじゃないかなと思います。なるほど。小学6年生まで、まあ、ソフトボールもやっていて、はい。まあ、中学から、まあ、野球も少しやりたいなっていうふうには思っていたんですけど、ソフトボールとバドミントンをこう並行してやっていたので、どっちがどうとかではなくて、まあ、結果がこうバドミントンの方が出ていったので、はい、勝てないとやっぱ面白くないので、はい、そうですね、バドミントンをやるようになっていったって感じです。子どもたちにどういった形でスポーツを選ばせてあげたいなんて気持ちあります？まあ、とりあえずもう、これをやれっていうのではなくて、はい、もう、遊び程度でもいいので、こう、いろんなスポーツをこう経験して、多分楽しくなる、スポーツがあると思いますし、逆にスポーツじゃなくてもこう勉強だったり、芸術とかそういう分野も興味持つ子もいると思うので、やっぱやりたいものをやらせてあげる方が意欲的に取り組めると思うので、やっぱり自分本人がやりたいものが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、地元香川に子どもたちいっぱいいて、いろんなスポーツ楽しんでますけども。まあ、今後スポーツをこの打ち込むにあたってですね、何かこの、まあ、トップアスリートとしてアドバイスってのいただけますか？そうですね。やっぱこう、自分がそのスポーツを、できていることに感謝する。やっぱ両親がいて、支援してもらえるから、チームメイトがいて、スタッフがいて、多分、そういう自分が思いっきり打ち込めると思うので、そういう周りの人たちに感謝するのが、感謝の気持ちを忘れないっていうのが大事なんじゃないかなと思います。一喜一憂するのではなくて、こう継続することが、多分どんだけ辛くても、折れずに継続していくっていうのが、まあ、今の自分にもすごく当てはまることなんですけど、大切なんじゃないかなと思いますね。諦めずに続けるっていうのが大事だと思いますし、まあその次にこう取り組む姿勢、どんだけ意欲的に取り組めるかが大事になってくるんじゃないかなと思います。まあ勝ち負けも大事なんですけど、やっぱスポーツをやっている以上はこう勝つ人がいれば負ける人もいるので、
そこにあまりとらわれずにこう自分の後悔のないように、楽しんでもらいたいなと思います。今後の活動について教えてもらってもいいでしょうか。はい、そうですね、やっぱ先ほども言ったようにそういう、まあ、バドミントンをやってる人だけじゃなく、うん、やってない子どもたちにもこうバドミントンの面白さっていうのをこう知ってほしいなって思いますし、でそういうバドミントン人口が増えればこうもっともっとバドミントン界も盛り上がると思うので、そういう活動を積極的に、参加していけたらいいかなと思います。バドミントンはこう子どもから大人まで、うん、年齢関係なく、できるスポーツだと思いますし、まあ遊ぶ程度だったら、まあ、外でもやろうと思えばできると思うので、うん、そういういろんな人たちにこう積極的に取り組んでもらいたいですし、まあ、ゆくゆくはそういう、なんだろうな、施設とかも、うん、バドミントンができる体育館とかも、うん、自分で作れたらいいなっていうのは、はい、思ってますね。そういう環境を作るのが、うん、まあ、どんだけやりたくてもできない子どもたちもいると思うので、うん、そういう環境作りから、うん、サポートできたらいいなっていうふうに思います。まあでもその香川県出身なので、そういう、なんだろうな、応援してくれる人も、うん、うん、賛同してくれる人もいるんじゃないかなとは、いてほしいなっていう気持ちも含めてなんですけど、うん、香川県出身ですし、あとは、まあ、中学から福島県にも、住んでいて、そうですね、こう第二のふるさとじゃないですけど、うん、それ香川県と福島県の、まあ、距離は遠いですけど、うん、そういった人たちがこう一緒になってバドミントンという、 こうスポーツを一緒に盛り上げてくれたら、僕もすごく嬉しいなと思います。